マーズス,スカウト計画とは、アメリカ航空宇宙局が一般の研究機関からの提案を採用するという新たな形式で始められた火星探査プログラムである。これは、長期火星探査計画、マーズエクスプロレーションプログラムに沿ったメインのミッションを補う低コストなミッションとして始められたもので、このプログラムによる2007年打ち上げの初のミッションには、 アリゾナ大学月惑星研究所のフェニックス計画が選ばれた。2007年のミッションの最終の審査にはフェニックス計画の他に次の3つの計画が残っていた。マーベルは極軌道をめぐって大気中の粒子や火山あるいは生命活動を赤外線分光器で解析しようという軌道線の計画であった。アリーズは火星の空に航空機を飛ばすという野心的なもので、 高度1キロメートルから大気や地表を観測するというものであった。真は地球へのサンプルリターンを目指した計画で地表からではなく高層の大気からガスや地理を収集し自由機関軌道で持ち帰ろうというものであった。こうした中中止されたマーズサーベイヤー2001計画に使う予定であった着陸機を用いて失敗したマーズポーラーランナーの接続線とも言うべき フェニックス計画が2003年に採用を勝ち取り、実行に移された。スカウトプログラムによる2回目のミッションは、当初2011年に打ち上げられる予定であったが、組織運営上の利害関係の衝突によって2013年に延期となった。2007年現在2つの候補が最終審査に残っている。また、3回目のミッションは、暫定的に2018年に予定されている。 ありがとうございます。